あー、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございますっていいですよね。なんか、おめでとうって言い合うの。別にただ過ごしてただけなのに。今度は簡単に言うと、先ほど発売した自分のドラムキットの紹介とか、どうやって使うと面白いかっていうのを話していきたいと思います。で、まずドラムキットのサウンドをもろに使ったビート、プレビュービートを流します。飛ばしたいなと思ったら、下のこの帯状になってタイムスタンプを多分設定してあると思うんで、それパッと押せば定期量喋り始めるので、飛ばしたい時はそれでよろしくお願いします。さてなんでこのドラムキットを作ったかっていうと、ソーシャルフォローしてくれてる人ならこれ見たかもしれません。ある有名な YouTube のプロデューサーのドラムキットなんですが、これクラップ4、5、6、7みたいな違うサウンドであるべきなのに全く同じ、もうウェーブフォーム、つまり波形まで同じサウンドに違う番号を振ってこれかさ増ししてるってことなんですね。もうドラムキット市場ってほんと広いんですよ最近。まあ、全部こういう感じってわけじゃないんですけど、この人のキットを全体的に見てもやっぱどこかで聞いたサンプルを名前変えて入れてるだけ。わかりやすく言うとネームブランドでゴミ商品を売ってるっていう感じですね。これが本当に多い。まあ、名前あげませんけど、ビルボードチャート編曲を作るビートメーカーのドラムキットも8割方 same old shit。他からパクって自分のにするっていう、もうリサイクルをしてるだけです、本当に。で、この状況が本当に嫌だったから、ノーモーコピー&ペースト。もうコピペはコリゴリドラムキットです。さっきのプレビュービートで分かったかと思うんですけど、多分聞いたことない音いっぱいあったと思うんですね。いや、本当に今回のドラムキット結構自分で作って気に入ってて、冗談抜きでおすすめです。ご存知の方も多いかもしれないですけど、実はだいぶ延期に延期を重ねたもんで、まあその分って言ったらあれですけど、もしかしたらもう普通のドラムキット2、3個分くらいのボリュームになってるかもしれないです。じゃあ軽く紹介していきたいと思います。で、まずは一番大事と言っても差し支えない8-8。もうこれはあればあれだけあった方が嬉しいかなと思ってたくさん作りました。で、このJOYFULは YouTube に上げたやつだと WOK ってビートで長さ延長して使いましたね。で、この Z8-8 の定期ローはプレビュービートで使ったやつです。もう絶対もうかけてもいい。今まで生きてきてこんな8-8を多分みんな聞いたことないと思います。で、このワイトベアってやつはプレビュービートで使ったものです。結構アタックが強いのでお気に入りです。あずんこのドラムスループを EQ で低音域と高音域削って、でリバーブをかけました。これでなんかフィルターがかったパーカッション的なテイストをこのメロディに加えてます。でドラムスフィルはドラムスが入る直前に、でこれを再生するとという感じです。購入リンクは概要欄とコメント欄に貼っておきます。トラックトーに使ってるんですが、結構このサイトって発展途上みたいなとこあって、なんかリンクがリンクされないケースがあるって報告が何件もあったんで、リンク飛んだ先にもし何もなかったら一番上の検索小窓に「ノーモーコピーペースト」って打てば確実にヒットすると思います。でこれめちゃくちゃ多いんですけど、ダウンロードリンクトラックトレインからメールで送られてくるんですが、来ないなと思ったらスパム、迷惑メール、それからプロモフォルダも見てみてください。そこに入っちゃってたっていう報告かなりありました。であとはですね、今回の動画ではコメント欄の自分の固定コメントを絶対見てください。時期によってなんかこうバルクディールとかなんかいろいろやってる可能性があるんで、という話です。でも本当によくわかんないことがあったらインスタグラムとかツイッターで DM をしてみてください。このドラムキットに関しての話ですね。ということでチャンネル登録とベルマーク点といいね、コメント、シェアなどよろしくお願いします。ピース。